ホームシアターの例ホームシアターは、家庭に大画面テレビや、マルチチャンネルスピーカーなどを設置し、まるで小型の映画館であるかのように設備を組むことで、ある。なお、日本では、富士通ゼネラルが1963年からホームシアターを商標登録していたが、1999年に無償開放した。多額の予算を用意して作られる映画館と比較すると、 ホームシアターは予算に厳しい制約があるため、車音性の低い普通の住宅に設けられたり、利用できる映像、音声のデータ品質が劣っていたり、スピーカーも簡易的であるといったことから、迫力で劣ることになる。そういったハードウェア面での差から、サラウンド音声規格も業務用と家庭用で区別されている。スクリーンリモコンを手元に置いて、 各種 AV 機器は壁面にビルトインされている。かつては、ホームシアターのための大画面を実現できる装置は、プロジェクターや発売当初低期度だった、リアプロジェクションテレビに限られていた。映像機器では、レーザーディスクが登場し、音響機器では、ドルビーサラウンドや、ドルビープロロジックの登場により、ステレオ再生から、リアスピーカーが後ろ側に配置された。 マルチチャンネルの再生が可能となった。しかし、スピーカー設置のハードルが高く、その他にも高価で大掛かりな設備が必要だったため、一般人には手の届かない娯楽であった。1990年半ばに入ると DVD が登場する。DVD は、家庭用 VTR にはないデジタル記録による劣化の少ない映像、ドルビーデジタルによるフロント左右、リア左右。 センター、サブユーハーの 5.1CH のサウンド再生が可能であった。ドルビーデジタルより高音質の DTS というフォーマットもある。ドルビーより高発の規格であるため、初期の機器には未対応機種も存在する。そのため現状では DVDBD に両規格の音声が収録されることも多い。2000年にプレイステーション2が発売されると状況が一変する。 ほぼ同時期に 5.1CH システムのセット商品が発売されるようになり、そこに大画面のプラズマテレビが開発され、液晶テレビの大型化と価格低下もあって、大画面、高画質の映像と臨場感のあふれるサウンドで、映画がより楽しめる環境を安価で構築することが可能になってきたのである。テレビのデジタル化とともに HDMI が登場し、 BD が登場する。BD では、高精細映像が実現され、音声規格もハイレゾにも対応できるように、拡張された。それに伴って、サラウンドスピーカーの数も増加。設置の手間もかかるため、事前作として、テレビに組み込まれた、バーチャルサラウンド機能を利用したり、サウンドバーを追加する場合は多い。 この頃から徐々に一般にも浸透してきたが、日常生活で特に必要というわけではないため、本格的な導入は作品鑑賞に高い関心がある一部の家庭に止まっている。なお、これらの設備には様々な映像、音響機器が組み込まれ、付属する複数のリモコン取り扱いだけで利用者をへきさせる。そのため、学習リモコンと呼ばれる機器で、 一元的に操作できるように工夫する消費者もいる。これは機器によっては空調、照明といったリモコン操作を受け付ける設備すべてをコントロールすることができるものもある。ただ、多くの機器を操作できるようにするための設定に結局専門業者の手を借りなくてはいけない場合がある。特に業務用のシステムでは一つのボタンで車高カーテンの開閉。 照明の調節、音響、映像機器類の立ち上げ、照明の上映状態への移行、上映スタンバイ状態から映像ソースの再生開始に加え、他のボタンで、上映終了後の照明やカーテンの制御、機器の電源弾といった一連の動作を順を追って自動制御できるものがあり、すべての機器と室内環境の制御に専用に設計された制御ボックスを利用する。これは、 電子工作の範疇で製作された一品物の制御ボックスがシステム内に組み込まれたものである。この業務用システムに倣い、家庭用システムでも制御ボックスを自作、あるいは発注して利用するケースも見られる。近年ではスマホやタブレット端末にアプリをインストールしてシステム導入の手間を省いたり、音声認識機能を導入して操作の簡易化。 一元化を図っている。ありがとうございます。